どうも皆さんこんにちは、梅田信之と申します。いつもご視聴ありがとうございます。すいません、ちょっと今日はね、ゆっくりと緩めで行かせていただきます。これはあれです、以前ね紹介しました、カルディの、ゆず茶です。熱いです。マリメッコです。はい、マリメッコいいですよね。結構好きです。食器とかねちょっと持ってます。なんかこう、ね、えいって感じのデザインが好きです。同じものが何個もね、えいっと、結構そういうの好きです。はい、藤井風さんがインスタグラムのストーリーで投稿ねされてました。今朝見た、夢で見た虫みたいなね、内容だったと思うんですが、なんかタンポポの花みたいな夢で見たんですよね、そういう虫を。なんか珍しくないですか、ああいうの。藤井風さんがああいうことをね投稿するのすごく珍しいと思うんですが、そうそう、あそこでかかっていた曲なんですが、アーティストの方ね2人が、コラボレーションというか、多分ね2人は多分ですけど、多分ご夫婦なんですよね。でちょっと僕もね、男性の方は、知ってると言っていいのかな、サム・ギャレットさんっていうアーティスト、ちょっと自信ないです。皆さんにお話ししろって言われたらお話しできるレベルじゃないです。知ってるっていうことだけなんですが、ちょっとナチュラルな感じの、お顔はねちょっと僕ボブ周りを連想するような、ハンサムなんですが、ちょっとこうナチュラリストというか、あんまりこう着飾ったりしないような、もうロン毛でギュッと結んでね、真っ白の服着て、ちょっとスピリチュアルな発信をする方っていう僕の印象です。大きなものとねつながってる、こうなんか瞑想するシーンとか、大自然の中で歌ったりとか、裸足で歩いたりとか、泥をね体に塗ったりとか、そういう、シーンをねお見かけします。それから森メンドーサさん、女性、ちょっとこの方は僕初めてだったんですが、なんかね何をされてる方か、アーティストなんでしょうけど、なんかメンター、リレーショナルコーチング、マインドセットと、エンパワーメントメンターシップ、なんかそんなことが書いてあるんですが、ちょっとこの方存じ上げなかったんですが、おそらくお二人は夫婦なんですね。なんかヨガをされたりとかするシーンをちょっと見たことあるんですが、どんな人か説明しろと言われたらちょっとできないんですね。でお二人のインスタグラムなんかを見ていて、ちょっと僕ね、今の僕にはすごくなんかこう好きな感じ、すごく興味を持ちましたんで、僕ちょっとこれ今後ね、このお二方ちょっともうちょっと深掘りしたいなと思います。ちょっと今日の段階ではちょっとお話ができないんですが、どうやら、12月21日に新しいアルバムリリースをされたみたいです。それでね、藤井風さんが投稿してたのかな、曲を。おそらくそうだと思います。見ていただいたらね分かると思いますが、藤井風さんが好きそうな方々です。藤井風さんの発信となんか似ている、彼が好きそうな人たちだなっていうのはなんとなく分かります。なんかそんなね、そういう発信をされている方です。なので、インスタグラム、お二人のインスタグラムね概要欄に貼ってますんで、ちょっとお時間ある方は覗いてみてください。分かります。風くんが好きそうな人たちだねっていう雰囲気だと思います。よかったらお時間ある方ね、どうぞ見てみてください。それからね、ちょっと僕もあまりこのお話詳しくなかったんですが、別所さんのツイッターでね絡みがありましたね、なんかクリームパンについて。それから、別所さんのラジオ番組で「一日一風」っていう、なんかそういう感じで藤井風さんの楽曲を必ず1回、オンエアするっていうね、なんかかけてくれるみたいな、そういうお話を聞きました。
そこに藤井風さんが、生でね、あの別所さんにお礼を言ったみたいな、ことも、なんか、視聴者さんからもねお話ありました。それからツイッターなんかでも上がってましたが、あ、そうなんだと。なんかお二人仲いいんですかね。ちょっと僕はもうそこ詳しくなかったんでちょっと意外だったんですが、ツイッター見てたらね絡みがあったんで、え、ここつながってるんだってことで、まあ、これからねいろんな方の情報をいただきながらなんかね、あの注目していきたいなと思います。あのそれからね、昨日かツイッター、なんか意味深なツイートがありましたよね。できることはするし祈りもする、あとはなるようになるだけ、ピース。どういう意味かな、なんでしょうねこれね。いろんな方が、いろんなことを、想像していると思いますが、何かが決まったんですかね。何かが決まったのか決まりそうなのか、願いが届きそうな状態なのかちょっと分かりませんが、なんか答え合わせが、近々できるのかもしれませんね。僕すいません、今この段階では、分からないんで、分からないことは言えないんですがね、このツイートの謎が、いずれね近々解けるのかなとも思ったりもします。なんかね今話したねこの一連を見ると、なんとなくですが藤井風さんちょっとねリラックス、ゆっくりされてるのかなと、ゆっくりねしてくれてるのかなっていう感じもしますよね。ね、すごいね、ハードな日々だったと思いますので、ゆっくりねしてほしいなっていう気持ちもありますね。本当ね、またまた、忙しくなってくると全然休みがねなかったりもすると思うんで、ひとときの束の間のね休お休みなのかもしれませんが、ぜひゆっくりしてほしいなと思います。なんかね意味深なツイート、意味深な発信がね続いてますんで、あ、そうそう、あのインスタのストーリーでもねドアップのお顔の写真もありましたし、なんかちょっと、何かが決まったのか何かが決まりそうなのか、なんかそんなムードをちょっと感じたりもしますが、ちょっとまだ今のところねわからないんで、ちょっとねまた彼のこう動きを、ね、発信を待ちたいなと思います。夢ね、夢、藤井風さんも夢見るんですね。僕は最近ねパッと寝たらパッと目開けたら朝です、一瞬です。もうね夢見たい、たまにはね。この間もねちょっとインスタのストーリーもね上げたんですが、福岡のねキャナルシティの中にちょっと名前忘れちゃったんですけど、なんとかうどん、九州発祥のうどんですね。細麺で、ちょっと細麺で平麺っていうかな、コシがあって、美味しかったんです。うどん屋さん、明太子卵かけ明太子セットみたいなのがあったんですが、美味しくて、なんか茶番劇ねやるでしょ僕、この YouTube のね冒頭1分間茶番劇を、あのシーンを撮ろっかなと思ってカメラ前に置いてうどんね食べてるところちょっとね撮ろうかなと思ったんですが、もうね一瞬ほんとねこうした瞬間バコーンと落ちてしまって一瞬ね寝ちゃったんですね。その時に撮るのやめようと思って静かに食べて静かに帰りました。なんかね一瞬落ちる時ありませんかね、一瞬です本当ね。さっきまで元気だったのに座って肘ついた瞬間にバコーンみたいなねよくあります。寝不足なんですかね。まあ寝不足ですよねいいんです、今はこれでいいんです。皆さんねお体ね気をつけてくださいっていうコメントたくさんいただくんですが、結構僕元気なんでありがとうございます。気持ちだけね本当感謝します。精一杯今はね精一杯やりますんで、どうか、温かい目で見守っていただけたらなと思います。はい、個人的な趣味の話で申し訳ないんですが最後に、僕ね前も動画で何度か
話したことあると思うんですが、 TWICE 結構好きなんですね。あの彼女たちが、デビューする前オーディションの段階の激しいね、もう本当激しい練習をしているシーンから見てますので、やっぱりちょっと特別感があるというか、あのすごいね、本当軍隊のようなダンス練習をね耐え抜いた、本当ね勝ち抜いたメンバーなんで、本当ね一人一人がすごい人たちだと思ってます。歌も上手、ダンスも上手、メンタルもやっぱかなり強い、かなり鍛えられた、ね、女性たちなんですが、日本人が3人います。中の1人ミナさんって方がいます。僕は、TWICE の中でねミナさんがとにかく大好きなんです、ね、どうでもいい話だと皆さんにとってはどうでもいい話なんですが、TWICE のミナがとにかくね僕好きなんです。アーティストの中で女性でね、もういっぱいいますよ好きな人、でも唯一1人、誰か1人ね好きな人をあげろって言われたら、ミナって感じ、そんな感じです。どうでもいいですね、はい、どうでもいいんですが、TWICE の皆さんが、シーアっていうねアーティスト、ちょっと個性的な方なんですが、シーアって方、よかったら YouTube で見てください。あのフィギュアスケートの楽曲で、ね、起用されたりもするような、まあ、僕シーア好きなんですけどね、ちょっと個性的なんで受け入れられない方もいらっしゃるかもしれませんが、あの概要欄に、まあ、貼ってるんですがね、その皆さんがシーアの、スノーマンっていうね曲をカバーした、これ最近上がった動画なんですが、まあね見事なんです。あの皆さんはね、アメリカ出身、お父さんの仕事の関係でアメリカ出身、アメリカ育ちなんで英語は堪能なんですね。で高校の時から日本かな、大阪に、確かそうなんですが、まあ見事な綺麗な、歌声、僕大好きなね、あ皆さんの好きなみなだって感じで見ていただけたらありがたいんですが、概要欄に貼ってます、みなの歌うスノーマン、それから、本人のね原曲シーアさんの歌うスノーマンと和訳が入った、和訳がねすごく可愛いです、可愛い曲なんで、よかったらね興味ある方、お時間ある方だけで結構なんで、あ梅田さんこの人好きなんだって感じでね見ていただけたらありがたいなと思います。あの冬のねクリスマスの曲なんですごくねあのいい曲です。よかったら、ね心に隙間のある方で結構なんで、よかったら見てください。ということで、藤井風さんねちょっと動きがまたありそうですね、楽しみにしたいと思います。皆さんとここまたねシェアできたらなと思っております。ここまで見てくださってる方でチャンネル登録まだの方がもしいらっしゃいましたらね、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。